うもピアキングです。今日はこのコースやっていきます。スリアテニングリファストグラウンス難しい単語を使うなって。これを訳すと脅して早く成長したっていうことになります。なんでだよ。僕が誰かを脅してチャンネル登録者数20万人いったってか。そんなわけねえじゃん。純粋に努力とセンスと持久力のうまさで掴み取ったもんですまったくいい加減にしてほしいですね。そっちが犯罪者みたいな顔しやがって。でこのコースはですね、見てわかる通りチャンネル登録者数20万人記念トロールコースなんですよ。まあその他にも気になるところがあって、説明文に下のあれはピクミンじゃないです。うるせえ。僕がピクミンって言えばピクミンなんだよもういいや、さっさと始めていこうか。もうね、ツッコミどころがたくさんあるのよこの画面だけで。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.00%。 いやまあでも本当に嬉しいですよ、こういった記念の時にわざわざ時間を割いてくれてコースを作ってくれるっていうのは。でも難しくしすぎないでよ。だいたい記念コースの時ってむずいんだよななんだ開幕トンカチ。いや最初からバグりすぎだろ。何このトンカチめちゃめちゃ悪くない？じゃあ土管は入れそうにない。一旦左上の方を調べておこうか。特に何もないか。うわ今日バグコースだね。めちゃめちゃ楽しみじゃん。ここは上、そしてこれは叩いていいのかな。叩いたら魚が出てくるとか。上等じゃねえか。やばい、今日は楽しそうな予感がめっちゃする。楽しそうすぎていつもの声よりキーが2、3個上がっちゃうぜ。隠しを叩いた瞬間ジャンプしてすぐ上に行こうか。これで間に合うってもさ。ワクワクが止まんないのと同時に進むのがめちゃめちゃ怖い。またあのハンマーどっかから飛ぶのがみたいな。それを期待してる自分もいるんですけどね。さあ上に行きますか。キノコ様。ごめん、さっき下調べたっけ。忘れちゃったな。この下は特に何もなさそうだ。ならこのデカキノコを取っていこうか。でもさ、ここテレサ出てこなかったっけ。あ、テレサいなくなってくれるんだね。でオンオフするか、左に行くか。オンオフしてみる。オンオフすると。もういいってそういうの。あ、いけるんじゃないこれ。よっほほほ。これで合ってたんか。ダックしゃがめってことか。知らんがな。じゃあここでしゃがんでオンオフしてみようか。そうするとブロックが抜けれますみたいなもう完全に舐められてない。答え違うじゃん。ここでしゃがんでおいてみる。じゃあわかんねえわかんねえ。いや待ってよ、土管に戻ったら何か変わってんのかな。さっきスタートからやり直ししてしまったけど、ここでもう一回入ってみたら、いや変わってるように。あ、変わってる変わってる。これでデカ記録を取って先に進めますと。もうわかんねえ、仕掛けつくんだって。でこれはケツになっていいのかな。うわー、いやいいかいいか。よし、バネを出すタイミング悪かったですね。さあこのままヒップドロップしていこうか。上かい。やめろ。オンオフをした瞬間右に逃げる。そしてもう一回オンオフか。オンオフはできないな。ここでヒップドロップしてみようか。そしたらブラバーがやられて先に進めると。で今度はクパクラちゃん、お願いクパクラちゃん、何もしないでねいやせめて乗せろよ。これは面白いわ。まさか乗れないとは思わなかったね。じゃあリフト乗ったらどうなるんかな。リフト乗ってすぐ右にジャンプ。あ、これで乗れんのか。そして下から行く、上から行く。いや上からはこれ行けるのか。いや行けないよな。なんで下から行きます。そしてこのクパクラは持っていけはしないよな。やっぱそうだよな。わ、クパクラ邪魔するなってそこに沈んだろ。この隙間は行ける。いや行けそうにないよな。ごめん、ちょっと上行ってみるわ。土管は多分ね危険すぎる。さあこの上は入れない。土管は全部入れないっていう感じかな。でここ、わっ、今何がどうなった？トゲゾウとバネが出てこなかった。あ、出てきたね。え、なんで両方出てくんの？ちょ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 、待てって。いや、一回当たっていいか。当たってすぐ土管に入ろうか。で、あれ被って行きたかったな。まあいいや。あ、ここでどうせトゲゾウが被れる。で、オンオフをします。意味わからんぜ。右ラッシュしておこうか。右ラッシュしておいても先に進めそうにない。ならばオンオフした瞬間右ラッシュだ。分かったかもしれん。ここはさ、左押し一発でいいんじゃない。左押し一発して先にオンオフをします。そしたらさ、この砲台落ちてこないみたいだ。忘れてた。オンオフをしてもずっと左押し一発だ。これで先に進める。でそこの中間ポイント普通に取らせてくれんのかい。うわ、チビにならなくちゃいけないのか。チビにまではならなくていいね。さあ取らせて中間ポイント。よっ
どうしたどうした、中間ポイント前の罠なんてね、5、6個ぐらいあってもいいんだよなあ、たこ焼きさん。もう君はたこ焼きに転生じゃなくて魚とかに転生した方がいいんじゃないのさあこれ USA と取れませんけど、俺が焼き鳥になれてか。もしかしてキノコ状態だったから取れなかったのかな。この状態だったら取れちゃうんですね。さあためえからの大ジャンプで、分かってるぞ分かってるぞ、ここ隠しブロックあるんだろ。ないのか、じゃあ進めそうなんで進みますね。でリンクを取っちゃっていいですかね。まあ取ってみようか、取ってクパクラを切ってみようかクパクラ邪魔すんだって、ちょ乗せてよクパクラ、クパクラ持ってきて、もうそんなタックルしたらそんなもうちょこちょいなんだから、さあクパクラ一緒に行こうね。何をすんなよクパクラ、おとなしくしといてくれればいいんだよクパクラ。待ってクパクラ、ここさ爆弾落としといてみようか。爆弾落としておいたら砲台が来ないとかそんなあるかな。今ちょっと下がったね、これで大丈夫だね。さあ進んでいこうか。いやちょっとむずくない、何シューティング系みたいなことさせてんの。トロールガースでそんな要素いらねえんだから。さあここでジャンプ C の爆弾で、うわあのクパクラはいらない、いやもうさすがにいらないよな。さあ進んでいきます。で大ジャンプ、頭バッカー、ブラパをかわすことは分かった、だがかわした後どうやってあの土管に、この場所だ、ジャンプをして音符のすぐ隣に置いておく、そうすればこの土管に入れるっていうことが分かったんだ。さあ進んでいきましょう。今のところめちゃめちゃ難しかったな。でこれはジャンプ、ウオッピーじゃねえんだよ、そんなことで俺がビビると思ってんのか。さあハリナブロックはブラパか、まあブラパが出てきたところでだよな。でメットを蹴ってオンオフがあるからそれをかわす、え全然余裕なんじゃない、オンオフは変わってるえ、なになに、めちゃめちゃぬるいんだけど、20万人記念じゃなくて20人記念レベルなんじゃないいや悔しいだろうね、制作する方でさこんなに罠をポンポン避けられたら、画面で僕マジ上手くなってきちゃってるからさ、おいちょっとそこ通せよ出せよ、うん、いけちゃった、あのブロック抜けられるんだ。さあ次に進んでいきますよ。あんた、さあこのクリボン踏んでいいのかい、よく見たら左に中間ポイントあるじゃん、あの中間まで行きてえな、せめて目の前ら辺まで行きたいね。さあ左にジャンプします、このとんがり効果、中間ポイントの目の前まで行きたいねって言ってワンジャンプしか進んでないでパンを押した瞬間絶対ジャンが来るって、上の方見えないよ、いやパンを叩いた瞬間すぐ右に行っちゃおうか、届かねえよでてこいよそりゃなぜこの上に残るクリボーがあるやん、あいつを倒したらいけなかったんだ、こいつを利用してパンを叩く。さあここ上って書いてるな、抜けるとかそういうことはなさそうだ、降りて左を審判でいいんだよな、それで大丈夫、どこまで行ってんだよ、お願いってもう中間ポイント見えてるんだって、中間を取らせてくれよ、さっき言った言葉なんて嘘じゃん、取らせてくれ頼む、中間をこれ大丈夫、いやいやいやさあもう噛みまくってもいいでしょ、どうせこの人のコースなんだからお前らブルブル震えすぎなんだって、寒いのか、もう無理じゃんかこれ行くの、なんなんだよ、なんでマリーも震えてんだよこれもう無理って、いやこれいけるんじゃない、ここでブロックここ壊すでしょ、そしたら上から行きます、バサいやこれどうやってやられんの、左上戻れてか、そうすると何か変わってるですよね、いやすいません、とても失礼なことを言いましたね、この人のコースだからいいとかさキングじゃねえんだよ、もうそういう祝いの仕方いいんだって、別のもっといい祝い方をしてくれよ舐め腐ってんのか、楽しませてくれるじゃねえかタコテンさんよ、こんくらいぐらいの罠の方が引っかかって気持ちいいっていうもんだぜ、でも上を進化してドアに入れるよな、ちくわブロックオリーのドアに入ります、よしよし、であのリング取ったらいけないっていうのは分かってる、じゃあこの青メット踏んでいけってこと、踏めるこれ、あ踏めるんだ、そしてデカキノコ当たりますよ、だって何もしてくんだ、イシュエシュもう何かしてくるっていうのは分かってんだよな、クッパクラン乗さして取りすぎー
このブロックを右下押しながら壊してみようか。これで、こんなにね人をバカにしまくって楽しいか。僕がねいつもこんなコースばっかりやってるから楽しみながらやってるとそう思ってるでしょ。その通りだよ。いつもありがとうね、制作者さんたち。あの30回の方行っていいのかな。え、撮ってみようか。特に何もない。え、何あの USA キノコ、邪魔なんだけど、すごく邪魔。こうやってアメリカ行け。土管から出たらすぐ右だ。すぐ右のブロックを壊していこう。邪魔。ちゅうかさ、ここ右上ピオって書いてなかった？あ、やっぱり書いてるよね。僕の名前を勝手に書かないでもらっていいですか。プライバシーの侵害ですよ。普通だったらさ、ありがとう制作者さんとか言うところだろ。じゃあここはフラワー取れんの？なんか取れる予感がしねえな。どういうことだよこれ。左の枠を叩けてか。なるほどね、右側から取れた。フラワーなくすとかそういうことだ。待って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 、ロールじゃねえんだよ。またけ、またデカキノコが出てきやがって。もう噛みまくってるけどいいでしょう。あ、これデカキノコ、ちょ頼む、もうどうにかしてチリン鳴らしてよ。いや、まだいけるんじゃない。ここで針に当たって、いや、これでいいよな。で、USA がいるって。なんだお前、ここで USA を取れっていう感じだと思うから。上に USA キノコがある。うわ、この上もうちょっと見てえな。 USA ここに来る以外ないよな。だからジャンプ C の、あ、やっぱこっち来たね。ここ、これは何のゲームだ。ワープのバグが多いって。もう常に右押しっぱでいいのか。常に右押しっぱで、ここでもう一丁。いやもうゴールでいい、お願いします。なんだこのスターは、絶対いるやつなんじゃないのか。もうすぎりしろよ。ここでバブルに当たってチビになっていけっていうことなんじゃない。そうしないと先進めないもんな。多分これで合ってると思う。スターは何の意味も、なんでよ。え、どういうこと。ここでさ、 USA 取ったら先進めんやんね。待っておいたら大丈夫みたいな。バーカ、ジャンプしてしゃがむ。これでちょっとやっててみようか。そしたらなんか変わる。あー、やっぱりそうだよな。え、なんて書いてる。ホールド左、知らねえよそんなの。ワープバグ使う。あ、待って待ってよ。俺、中華のメタルキだけは戻らないで。ねえねえ、いやいや、待て待て、これゴールなんじゃない。マジでゴールだったね。いや、最高の記念コース、本当にありがとうございました。めちゃめちゃ面白かったです。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。一発月108円の家からの脱出。説明文に同居人に助けてもらおうって書いてるんですよ。これさ、サムネを見る感じ、ブンブンがいて左上にリフトがあるから、ブンブンを踏んでリフトに乗ったら終わりっていうコースなんじゃないかな。クリア率が結構低いけど、そんなに難しいのこれ。舐めまくってる。でも結構簡単そうに思えるんだよな。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.04%。ゴール条件もないし、そんなに難しいと思わないんだよな。とかなんとか言いつついつも苦戦してしまうんだよね。一発マリオってさ、サムネだけ見たら結構簡単そうに思えるじゃん。さあ、このブンブンを踏んでいけばいいだけなんだけど、高くない？いや、ちょ、お前ブンブン食んなよ。ちょっとこのグリマンジュが想定しよったよりめちゃめちゃリフトの位置が高いわ。じゃあこのブンブン踏んで、ブンブンが起き上がるタイミングがあるじゃん。そこで踏んでみる。全然届きませんよ。ブンブンってさ、攻撃してくるよね。その攻撃してくるときにめっちゃジャンプしてたような気するんだけど。いや、はしゃぐなって。ジャンプせえよ。どうにかして攻撃してくる方法ないのかな。そうそうそう、それそれそれ。だからもう一回頭かせ。キモすぎー。だが狙いはもう定まったぜ。一回まず踏むでしょ。で、ブンブンが攻撃してくるとき、この時らへんにここ。お前引っかかってんじゃねえよ。いや、もう一回いけるか。お前帰れ。まず一番右に来させようか。一番右に来させておいて、こっか
から大ジャンプしないかな。いいタイミングで。めちゃめちゃいいじゃん。攻略を見つけたぞ。まずブンブンを右にやる。そして端っこの方でブンブンを踏むんだ。そうするとナイスタイミングでブンブンがジャンプして。みんな分かったかもしれん。ブンブンを踏んだ後、なんだお前。今イレギュラーが起きてしまいましたけど、ここでブンブンを踏んでマリオを近づかせることによっていい位置でジャンプしてくれるみたいな、多分そんな感じだと思うんだよね。もう一回ジャンプして。いやっさあもう俺に立てつくんじゃねえぞ、ドキン野郎が。いや、ナイスアシスト筋肉だるまだったね。すげえ楽しいコースでした。どうもありがとうございます。そしてご視聴ありがとうございました。